いつもはアプリを紹介してるんですけども、今日はねちょっと趣向を変えまして、最近何かと話題のこのタブレット端末 Android ですね、これといわゆる普通の言われてるスマートフォン、これを並べて同じアプリでも見え方が違うものが存在します。まあ、それはそうですよね。こうタブレットだったらこの大きい画面に適した表示で表示され、こういうちっちゃめの、スマートフォンだったら、まあ、それに見合う表示に、設定というか、まあ、表示されて、まあ、お互いそれぞれに使いやすい最適な画面で表示されるアプリというものがあります。それをね、今日はいくつか、こう比較しながら、どんなに違うものなのかっていうのを見ていきたいと思います。じゃあまず何にしましょうか。あ、このカレント。これはね、なんだろう。ニュースとか、まあ、自分のこう気に入ったコンテンツ、これをね、見やすい、レイアウトで、まあ、こうやって表示してくれる、そういうアプリになりますね。はい。今、同じものをね、こう画面上にはね、出してるんですけども、どうです？違うでしょ？このスマートフォンは、まあ、基本的にこの一列だけなんですよね。こうやって。でもタブレットはね、こう画面が広いから、こうやってレイアウトをこう自動的にね、この大画面に見合ったレイアウトで表示してくれます。はい。で、例えば、同じような記事を選んでみましょうかね。ピッと。うん、こんな感じですね。まあね、見え方とか操作の方法はね、まあ、どちらも統一されておりますね。うん。まあ、こんな感じですね。はい。これが Google カレントですね。じゃあ次、行ってみましょうか。じゃあ次はね、何でしょう。Google プラス。これを見ていきたいと思います。で今画面に表示されているのはどちらも同じ注目の投稿というやつです。これは Google プラス側が勝手にね、人気のある記事などをこう画面に表示する機能ですね。はい。これもね、こうスマートフォンの方は、まあ、基本この一列。で、こうやって、見ていくということになりますね。で、タブレットの方は二列ですね。二列表示。そしてこういうまあ写真とかはね、こう一列に。この辺は Google プラスが自動的に見やすいように、表示してくれますね。はい。これわかりやすいですね、非常にね。はい。じゃあ次行きましょう。次何でしょう。フリップボード行きます。このフリップボードっていうのはですね、なんていうのかな。まあこれもね、ニュースとか、まあネットのコンテンツ、とか、まあ自分の読みたいフィードですね。フィードとかブログ、それをね、登録しておくことで、こういうふうな雑誌風に見やすくレイアウトしてくれるんですよね。一覧として。で、例えばね、同じ記事を表示してみましょうかね。あ、そう。操作の仕方もね、タブレットはこう横開きですね。で、スマートフォンの方はこう縦開きという感じになりますね。はい。じゃあね、ちょっと同じ記事をね、表示してみましょうか。SMAX というサイト、これを見てみたいと思います。こんな感じです。これもね、今まで見てきたのと同じようにスマートフォン側は、こう、まあ、一列だけですね。これ、こう、何列も分かれるわけではありませんが、こっちタブレット側はですね、こうやって記事を自動で、まあ、いくつも、表示してくれますね。はい。こんな感じで。一気に、まあ、いろんな記事をパッと見ることができますね。一つずつではなくてね。じゃあ、ちょっと試しに同じ記事を表示してみましょう。こんな感じです。まあ中身の方はね、まあ同じですね。はい。
フリップボードですね、これがね。まあ、こんな感じ、今3つほど見たんですけども、やっぱり大画面に合ったレイアウトで表示してくれる、こういうアプリがね、最近増えてきております。はい。他にもね、カレンダーとか Gmail とかも、まあ、表示の仕方かなり違うんですが、これはちょっとね、内容的にあまり公開できませんので、今回は、これぐらいにしたいと思います。